曹丕は反乱軍鎮圧に功を立てる一方、天水で反乱軍の将郊外を再び逃がすなど、大蛇に歯向かう準備を進めていた。対して奪起も曹丕に警戒を強め、それが愛想もない石田三成と共に行動させることで牽制した。一方呉軍も主君孫権を人質に取られ、大蛇の属国となっていたが、その呉軍を率いていた孫策が突如反逆する。大蛇は孫策の弟孫権に呉軍の統括と孫策の討伐を命令。曹丕に対し孫権への協力を依頼した。孫権さん、嫌な立場になったね。兄上は父上と孫悟を捨てた。もはや敵でしかありません。覚悟を決めた男って素敵ね。え、曹丕さんに道なりさ。孫策軍には焦燥の色が見える。この寝返りは練られたものではなかろう。誰かさんならもっとうまくできた、そう言いたいのか。孫策は早くも逃げ自宅だ。孫権はどうした？必死に孫策を追っているようだが、先走りすぎだな。全軍孫権の援護に向かえ。孫策を逃がすな。孫策様、砦へ向かってください。ここはお任せを。すまねえ、お前も死ぬなよ。お前の相手はこの俺だ。さあどこからでもかかってこい。今度は負けねえからな。敵将、この長春愛が討ち取りました。あっぱれ、褒めて使わせ。ひとまず撤退だ。敵将、この長春愛が討ち取りました。大活躍ですな。行く様にとどろくむしゃぶりぞ。孫悟、なんとしても兄上を捕らえねば。孫策様、ここは私に任せてお逃げください。ラン、恩に切るぜ。生きてまた会おう。さあどこからでもかかってこい。出番。さすがなるご活躍。ひとまず撤退だ。敵将、討ち取った。さすがなるご活躍。これ以上は進ませんぞ。皆が耐え忍んでいるというのに、兄上はなぜ。俺が言うは負けない。お任せよ。敵将、討ち取った。大活躍ですな。
わしが相手では不足か。セーフ、どけ。私は兄上に会わねばならぬ。尊賢様の命であっても、ここは通せません。ならば、力づけてどうだまで。出番か。俺が行こう。お任せ。久々に強敵と会えたわ。敵将、討ち取った。さすがなる小活躍。大活躍ですな。それ以上は進ませんぞ。戦乱の舞で戦場を彩りましょう。俺が行こう。お任せよ。ひとまず撤退だ。もう終わりか。弱い敵将だ。大活躍ですな。参りますよ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 。セク様にとどろく武者ぶりぞ。コンサク様、船着き場の方へお急ぎくだされ。出番。おお、お前らも無事だったか。周遊殿もこちらに向かっておりますぞ。周遊が来るのか。こっちで望みが出てきたぜ。兄上の身勝手で孫悟は父に陥った。あの上は兄上を切ってでも私が孫悟を守り抜く。あれ、まだ孫作を捕まえてないの。クズが。お任せよ。セッポン、セッポン。出番か。ダッキーが来たか。お前、なぜそこまで孫作に肩入れする。孫作様の器に触れ信じたくなった。それだけです。ここは意地でも抜かせません。ならば俺は意地でも。もう終わりか。弱い敵将だった。大活躍ですな。オロチ軍め、岩の下敷きにしてくれる。役目は果たしました。痛い目に遭いたいか。大活躍ですな。わしが叶う相手ではないわい。敵将、討ち取った。鮮やかなお手並み。遠慮はいらぬぞ。いざ。俺の攻撃かわせるか。これはどうにもならぬ。俺が一応打ち取った。さすがなる小活躍。情けは無用。容赦なく潰せ。次は負けない。もう終わりか。弱い敵将だ。鮮やかなお手並み。周遊、まだか。お任せよ。出番か。
さすがなるご活躍。捕まるわけにはいかねえぜ。ならば必死であがいてみるんだな。俺が行こう。逃げるのか。昭和王の名はハッタリのようだな。さあ、はい、せい、は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 い、せい、はい、さあ、はい、さあ、お待たせ。何をしているのかお分かりか。分かってるさ。私も分かってくれてるはずだ。船で逃げる気か。宿毛兵法、また会おう。敵将、この超瞬害が討ち取りました。あっぱれ、褒めて使わせ。この超瞬眼が討ち取りました。派手にやられたな。で、俺をどうする気だ。見逃してやる。これがオロチを揺さぶる一手となる。悪いな、恩に着るぜ。さっさと行け。
見ちゃった。宗師さん、早く孫作さんを連れてきてよ。当然捕らえたんでしょ。孫作逃げられてしまった。私見たのよ宗師さん。逃げられたじゃなくて逃がしたよね。ちょうどお前が見ているところで私が敵を逃がす。ダッキーよ、出来すぎとは思わぬ。お前も知恵はあろう。これは我らを裂く関係に過ぎる。おそらく敵の知能周瑜の策、宗妃の偽物を使い芝居を打ったのでしょう。なるほどね、わかったわ。ここはわかったことにしといたのよ。